大事じゃん。始まるよ。今からゴルフ行ってきます。かっこいい。はい、じゃあパパと行ってらっしゃい。バイバイ。そうそうそう、それです。いいじゃん、いいじゃん。今のいいよ。オッケーオッケーオッケー。うん、オッケーオッケー。頑張れパパ。いい音するから。いい音。うん、ストリー。うん、よいしょ。かっこいい。チャンネル登録もよろしくね。はい、まりちゃん、今日なんとプログラミングの試験の結果を先生に教えてもらいました。1時間ぐらいかけてやったのかな。自信はあったんだっけ。ありました。ということで結果を今から発表します。プログラミングの試験、なんと合格。イエーイ、おめでとうございます。しかも教室で最年少の合格者だって。ってことは一番小さいってこと。まりちゃんが8歳で合格したんだけど、8歳で合格した人は今までにいなかったんだって。おめでとうをまりちゃんに言ってあげてください。おめでとう、ありがとう。なんとケーキを急遽買ってきました。おーおー、メロンケーキもあるよ。どうしたの二人、一緒に食べよう。喧嘩してる。またずるいよ。なんかいつちゃんもみなくもこれを食べたい。なんでよ。そんなちょっとあげようか。いつちゃんちょっとだけあげるみたいな。半分とか。これ一番あるじゃん。これほら、うちのケーキ。これ、半分にしたいか。これ余っちゃうね。二人で食べようよ。あ、二人で食べる？分かった分かった。いずちゃん、二人で食べてくれる？あ、本当？大丈夫？チョコだけなんだ。なんでよ。チョコだけ？あ、丸いやつ。あ、それだけならいいんだ。だってチョコが大きかったんだから。神妙な空気になってしまいました。ということで、ごめんね、ママがそのクマさんを2つ買ってくればよかったね。またママがミスしちゃった。じゃあ半分できるのであれば、いずちゃん半分とかちょっとあげようね。いただきます。はい、ミラクの子供の日。え、それでいいね。で、いずちゃんがあーんとかしてあげれば、そしたら仲直りできるかな。いただきます。はい、いただきます。まさかまりちゃん今日ケーキ食べられると思わなかったね。うん、合格とは思わなかった。合格、明日表彰状がもらえると思う。
もプログラミングだから。うん、あ、上手上手上手。あ、取れた。かわいい。上手。あー、ちょっとパパやめて。ほんと困るね、パパ。パパに食べられないよね。いちごはさ、なんか一番最後に食べたいんだね。めっちゃ最後に最後に食べたいんだもんね。よかった、2人とも仲直りして。もう大丈夫？2人でね、半分食べるといいね。次にまたさ、買うときさ、クマさん2つ買ってくるね、ママ。急がないと。急いで食べるんじゃないと。急いで、よかったね、みな。ピッタリ終わりました。あー、終わりました。うん、ブブブブ。そしたらこの2つのケーキに行きました。いちご、よかったね。あ、よかったね、いちご。大好きないちごだったね。パパに撮られそうになったけどね。はい、そして前、写真スタジオで撮った写真が出来上がりました。あとはね、みな君ね、またね、もう少しで5歳のね、七五三をね、ここの写真屋さんに撮ってもらうからね。お着物着るんだよ。面白いやつありましたね。面白いやつ、これ、これいいの。これ